岡山に、岡山に、岡山に、岡山に見てほしいんだ。前提と表町商店街の入り口です。そこを背に反対側に進んでいくと西山公園があるので、今から行ってみたいと思います。はい、ということで西山公園にやってきました。ここからは岡山スマイルホールももうすごく近いんですけど、旭川という川を挟んで向こう側には後楽園があったり、もうここから岡山城が見えたりと、すごく綺麗な景色の場所になっています。このシーンではエンドロールでエリピオさんが歩いているシーンになっております。いやー、すごい晴れてるからめちゃくちゃ景色いいですよ。はい、なんかのどかな場所で歩いてるだけでも楽しいので、皆さんぜひぜひ来てゆっくり過ごしてみてください。皆さんどうも、目のあかねです。夕暮れ時の西山公園に来ております。今回は第2話に出てくる岡山駅じゃなくて後楽園周辺の景色をお届けしたいと思います。まずはですね、あちらにあるあの橋、見えますかね。あの橋はエリキオさんたちが走っているシーンに使われている相生橋という橋です。西山公園からも歩いていけるので行ってみましょう。川に反射してる朝日が綺麗。なんか私秋の空が一番好きかも。あれですね、あの岡山やっぱ晴れの国だから、晴れがにゃー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 晴れが多いんですよね。夕暮れ時の鶴見橋に来ております。ちなみにこの橋は第2話でリピオさんたちが走っているシーンに使われた橋になります。ちなみに向こうに見えるのが前回紹介した石山公園で、そこを土手沿いにずっと進んでいくと鶴見橋に来ることができます。そしてこの鶴見橋向こう岸まで渡り切った先には岡山後楽園があります。それでは行ってみましょう。2話で出てくる桃太郎の銅像、水辺の桃くんのところに行きたいと思います。私たちが今いるのがここ、鶴見橋を渡り切った後楽園の入り口なんですけど、水辺の桃くんはちょっと地図切れちゃってるんですけど、この辺にあります。なので、こっち側を通っていく方法と、この川こっち側を通っていく方法があるんですけど、景色がいいのでね、こっち側を通っていく方法で水辺のももくんまで行ってみたいと思います。レッツゴー。このまま進んでいくと足漕ぎボートの乗り場とか、ちょっとした お食事所なんかもあって、あとね、この木と並木が綺麗で、楽しみながら歩いていけるスポットとなっています。こちらが
ボート乗り場とお食事どころです。今もう閉まっちゃってるんですけどね。はい、ちょっとあんまりにも暗くて何にも見えなかったので別日に撮り直しに来ました。ちょっと服も変わってますけどね、まあ、あるある案件ということで、はい、こちらが水辺のももくんです。奥に岡山城も見えてすっごいいい景色となっております。ここは2話でエリピオさんが走ってたどり着いたシーンとなっておりますに使われております。今日はね、ちょうど雲一つもなくて晴れの国にふさわしい天気となっていてめっちゃ綺麗じゃないですか。表町商店街に来ています。いろんなシーンで登場する表町商店街なんですけど、ここは第3弾の動画で紹介した入り口から反対側の入り口までが約1キロぐらいある長い商店街になっていて、よくドラマに出てくるのがこちら表町商店街の中でも下野町商店街で、ここが北側の入り口の最初の商店街です。そこから中野町、上野町などブロックごとに名前がついていて、そのブロックの集まり全体を表町商店街と呼んでいます。一番にぎやかなのは下野町から 200m ほど行ったところにある天満屋という岡山では有名な百貨店があるあたりで、そこにはバスステーションとかもあってたくさんのバスが発着してたり食べ物屋さんがたくさんあったりします。はい、ここから表町商店街の中でも中野町という商店街に来ております。さっきのエリアと比べて見てわかる通りレンガの色とかが違うんですよね。中野町は中でも賑やかな商店街となってます。はい、今天満屋という百貨店があるエリアに来ています。飲食店だったり百貨店だったりたくさんお店があるので、いろんな楽しみ方ができるすごく賑やかなエリアとなっています。ということで私は今表町商店街にいるんですけど、この表町商店街と並行して 20m ほど横に商店街とほぼ同じ長さのオランダ通りという通りがあります。このオランダ通り、道路がレンガでできていて街灯とかもすごくおしゃれで隠れ家的なお店がある、すごくおしゃれな通りとなっています。あー、ちょっと暗いけどねはい、すごいですよね。だって商店街と同じ長さってことはほぼ1キロの通りとなっています。あ、もうすぐ抜ける。はい、ここがオランダ通りです。はい、ということで私は今オランダ通りに来ているんですけど、見てください、このおしゃれなレンガでできた道路、おしゃれな街灯、おしゃれな街ですね。お店とかもたくさんあってすごくおしゃれで映えな通りになっているので、皆さんぜひぜひオランダ通り来てみてください。